全国のウマ娘のファンの皆様、そしてアンチの皆様、こんにちは、リキトです。この度はですね、もう私も本当にもう朝見て驚いたんですけれども、あの馬を猛撃人化してレースに挑む、そんな様を描いたアニメ、ゲームの勢いがもうマジで今社会現象レベルな件について今回ですね、話していきたいなと思います。でまずはですね、皆さんにこちらをね、ちょっとデータを見ていただきたいんですけれども、こちらですね、あの今朝のAmazon の売れ筋ランキング、そちらの DVD の売れ筋ランキングということになっているんですけれども、こちらね、見ていただければ分かる通り、まあ1位がね、ウマ娘、まあそれはもちろんすごいです。まあ、それだけじゃないんですよね。もう見ていただいたら分かると思うんですけれども、もうウマ娘が上位独占、トップ10でほぼ独占ですよね。もう乃木坂、そしてスノーマンを全て差し置いて1位、そしてウマ娘の円盤っていうのは4巻までね、で4巻までしかないんですよ。でそれ今回ね、見てみた、見てもこれ見えちょっと見づらいかもしれないんですけれども、1位が第1コーナー、そして3位第2コーナー、そして4位が第4コーナー、そして5位が第3コーナー、もう全部ランクインしてるんですね。円盤、まあ DVD だったらブルーレイ、まあウマ娘に関してはブルーレイですね。やばくないですか、もう私のチャンネルでは昨日でもね、もう本当にアニメ、まあ今アニメ2期やってて、ゲームもちょうど配信されて、もう本当に今勢いが、もうね、もうめちゃくちゃ来てる時なんですけれども、まあ本当そのアニメのね、最新話、10話ももうめちゃくちゃ素晴らしかった。もうアニメでも泣いて、動画で喋る時も泣いてみたいなね、もうめちゃくちゃ神回やったわけなんですけれども、これは嬉しいですね。いや、これは凄すぎますね。しかも、ウマ娘の円盤っていうのは、発売日が5月26日なんですね、今年の。で他の円盤、まあ、今期って本当に他のアニメね、ウマ娘以外見られてない方もいらっしゃるかもしれないんで、わかんないかもしれないんですけれども、もう今期って本当に豊作なんですよね。まあ、ゆるキャンっていうアニメであったり、リゼロ、まあ、呪術廻戦、無職転生、五等分の花嫁みたいな、もうかつても円盤、でも本当にもう上位、もう年間で1位を取るようなレベルで売り上げてきた作品、まあ、クールで言ったらね、本当に1位ですよね。呪術廻戦とか本当に1位を取るような作品がもう数多くあって、もうその内容としても素晴らしいんですよね。その中でこれはもう本当にすごいです。もうファンとしてもうめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思っております。うん、まあ、まだね、全然発売日でもないという中でこれだけなのは本当にすごいなというふうに思ってます。うん、多分円盤の売り上げで言ったらもうすでに2万5000枚以上は硬いんじゃないかなというふうに僕自身は思ってます。一期の際がね、多分2万枚ぐらい売れてたんですよ。一期の際も2万枚ぐらい売れて、まあ、その、まあ、そのクールね、そのまあ 3ヶ月、4ヶ月やってるアニメのクールの中では1位でしたし、もう年間でも2位とかの、まあ、2万枚近く、2万枚以上かな、最終的には。売り上げて言ってはこのアニメだったんですね。でもその時に、多分まあ、ウマ娘のね、俗に言うアンチの皆様とか、まず好きじゃなかった皆様は、その円盤の一巻が売り上げ、円盤の一巻とか円盤が売り上げがね、めちゃくちゃ伸びた理由が、まあグランブルーファンタジーっていう、まあソーシャルゲームあると思うんですよ。まあ大人気ね。もうグラブルのシリアルコードみたいなのがついてたからっていうね、まあ、意見がすごい良かったんですね。まあ、ウマ娘単体に実力やったら1000枚ぐらいだろうみたいな。まあ、僕はその時聞いてて、まあ、ウマ娘ってほんと1期もね、2期はもうさらに僕は面白いと思ってるんですけれども、もう1期もね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。もうですから、あ、それはねえだろうとか思ってたんですけれども、まあ、正直ね、ウマ娘のゲームのシリアルコードがついてるのはまだわかりますけれども、グランブルファンタジーって、まあ、同じサイゲームスさんね、出してるってだけなんですよ。だからちょっとま、複雑な気分を持ってたんですけれども、これは勝ちだ。大勝利ですね、ウマ娘ファンの皆様。本当に嬉しいという限りということなんですけれども、今回ね、まあ、もちろん特典もね、すごい豪華なんですよ。ウマ娘プリティダービーっていうアプリ、まあ、ゲーム、この後ね、ちょっとそちらの話もさせていただきますけれども、それが2月24日かな、今年の2月24日についに配信がなされて、もうずっと大人気ですよ。本当に大人気で、まあ、そのね、シリアルコード、まあ、なんかその、ゲーム内で使える、まあ、そのアプリ、アイテムとかをね、もらえるっていうシリアルコードがついてるんですね、この、この円盤、DVD には。ですから、で、ブルーレイにはついてるんですよね。まあ、ですから、まあ、特典商法といえば商法だし、まあ、正直ね、その、アニメの出来がいいから買ってるっていう、まあ、僕みたいなね、僕はまだ買えてない、買おうかなっていう段階なんですけれども、正直その特典目当て課金しようぐらいの勢いで買ってる方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それ、でも、どのうち、ウマ娘っていうコンテンツのものですから、大勝利ですね。もう間違いないと思います。いや、これは本当に、すごいですね。まだね、ちょっと、
確、あの、円盤ね、これから、まあ、正直売り上げまだ減る可能性は十分あると思ってます。その課金をね、目的、アニメの出来が素晴らしくて買ってるって人は、もう間違いなくその、もうこれから買うのやめるとかないと思います、本当に。まあ、アニメはね、もう1話、2話で、まあ、東海帝王。まあ、今回東海帝王ってメジル・マックイーンっていうのは主役を張ってるんですけれども、まあ、その1話、2話ってね、本当に素晴らしくて、ここ最近来てる8から10話かな、もう出来がもう全部累戦崩壊みたいな感じ。でしたので、まあ、アニメ店の方で今予約しててキャンセルは絶対ないと思うんですけれども、そのゲームの人はね、やっぱ飽きちゃうってことで、ゲームはね、やっぱありますし、5月26っていうと2ヶ月以上後ですよね。2ヶ月以上後なんで、まだちょっと安定はしてないとは思うんですけれども、まあ、下手したらアニメの出来次第ではまだまだ伸びる。まあ、正直というか、今、ウマ娘のアニメって、また見てる方はわかると思うんですけれども、もう伸びしろしかないんですよね。伸びしろしかないんで、まだまだ全然伸びるんじゃないかなというふうに思ってます。まずね、こちらが円盤の売り上げの朗報になります。そして、続いてゲームの方ですね。まあ、アニメはもちろんすごいぞと。そしてゲーム。まあ、私自身ね、実はやってません。やったらちょっと沼にはまるということね。あ、やってないんですけれども、ウマ娘以外も全部やってないんですけどね。その点はちょっと安心していただきたいんですけども、ちょっとね、こちらをね、次見ていただきたいんですけれども、これね、俗に言うセールスランキングっていう、まあ、アプリの売り上げだったらダウンロード数の順位みたいなものなんですね。セルランって俗に言うんですけれども、こちらやばくないですか？もう1位、iOS1 位、Android1 位、無料人気2位、月間売り上げ1位、月間ファボ6位、Google プレイインストール64万、推定売り上げなんと 45.93 億円と。いやー、社会現象でしょ、これはもう。まあね、ちょっと、試しにちょっとね、アップストア、まあ、iOS の売り上げ、セールスランキング、ちょっとトップ10だけね、見てみたいんですけれども、まあ、1位はもちろんウマ娘と、で、2位がモンスト、3位ピッコマ、4位ライン漫画、まあ、6位は FGO、7位パズドラ、まあ、9位ラインみたいなね。名だたるアプリを抑えて、もう今配信日から2週間以上経ってます。1位です。いや、これはもう社会現象ですね。本当に嬉しいです。もうね、まあ、これはもう確実に僕もゲームやったら終わるので、ちょっとやってないんですけれども。まあ、ほんとゲームやってる方なんか、マー君とかね、田中正宏君、いや、投手だったね。今も投手からちょっと野球詳しくないんで申し訳ないんですけども、まあ、そういった有名人もすごいハマってると。もうめちゃくちゃ面白いみたいですよね。もう。いや、すごいですね。僕自身もその、本当競馬とか、まあ、競馬とかはね、やっぱモチーフになってるわけなんですけれども、僕自身も競馬とかやってなくて、まあ、すごい楽しませてもらってるコンテンツなんですね、ウマ娘っていうのは。で、多分そういう方が本当多くいらっしゃる。もうこれを機にもう競馬にも参入しちゃうんじゃないかっていう勢いで本当伸びてて、いや、もうすごいし、もうめちゃくちゃ嬉しいなと。いうのが今回伝えたいことでした。アンチの皆さんもこれはもうね、褒めるしかないですよ。今期派遣はウマ娘です。